大犬座ゼータ星は、大犬座の構成で三等星。大犬の足先に位置する。天の川銀河の星間人の影響を受けて、本来の明るさから約16%ほど暗く見える。変更性であるという説もあるが、それを支持する十分な観測結果は得られていない。超新星爆発を起こすか否かの境界近くの質量を持っているが、超新星爆発は起こさず。 惑星上成分を伴ったネオンと酸素からなる質量の大きな白色外星になるものと考えられている。分光連星で晩星は平均距離 3.2au、離心率0.57という細長い楕円軌道を675日の周期で回っている。晩星の物理的な特徴はよくわかっていない。約3分にある発動生徒は 連星ではなく見かけの二重性の関係である。学名は、ータカニスメイジェウリス。固有名フルドは、孤独なものといった意味のアラビア語あるフルドに由来する。もともと、現在のケンタウルス座やハト座の領域の星々に、対して使われた言葉が、この星の名前として誤って使われるようになったもので、ある。2016年7月20日に、 国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはフルドをオーイ犬ザゼータ製の固有名として承認した。ありがとうございます。